いたたたたた。ちゃんと冷蔵庫閉まったよ。お茶を飲みながら配信します。配信はもうしてるんですけども、もうちょっとこっちの方がいい。なんか1日目の時の方が明かりの具合良かった感じがするけど。いただきます。首詰まってるから余計に顔が丸く見える。ポポポポー。うん、都会怖いわ。ポポさん1周年タワーありがたわ。ポポさん1周年タワーありがとう。マジでありがとう。みんな今日もな、あのおしゃべり会で来てくださった方がおめでとうって言ってくれてめちゃめちゃ嬉しかったですでもな、まさか本当に続くとは思ってなかったって結構言われて。めっちゃ笑っちゃった。みんなありがとう。マーボーさん、一周年タワー、ありがたわ。マーボーさん、一周年タワー、ありがとう。しかもね、あ、シュウケンさん1周年タワー無事帰れたかな。セリ様さんも1周年タワーありがとう。セリ様さん1周年タワーありがとう喉がおお、丸メガネさん1周年タワーありがとう。丸メガネさん1周年タワーありがとう。イエーイ。今日な、結構なおしゃべり会で初めましての方が結構来てくれて、でその理由がショールーム毎日配信見て気になって来てくれた方が結構いて、めちゃめちゃ嬉しかったですね。今も見てくれてるかな。ご飯食べてる。この1年リーヌさんの性格とか知れて楽しかったよ。これからも見に行くねって。ありがとう。めちゃめちゃ嬉しいよ。私はもうみんなが見てくれるだけで十分嬉しい。うん、おいしい。ご飯多いな。しかしめっちゃ幸せ。ご飯なこんな感じですよ。これご飯ちょっと見えにくい。あんま傾けたらね、ステーキソースがこぼれちゃうから、これ以上傾けられない、られないんですけど。セリちゃん推しだった横浜の友人の地元でセリちゃん1周年迎えて本当に泣ける。だった、過去形ステーキめっちゃ柔らかいよ、マジで。うまこまこまさん1周年タワーありがとう。こまこまさん1周年タワーありがとう。なんかさ、浸透した中で食べるご飯ってさ、すごい恥ずかしいよね。わかる？なんか噛む音とか全部聞こえちゃうじゃん。だからなんかすごい恥ずかしいんだよね。音楽とかが鳴ってたらいいのにな。
めちゃめちゃ美味しい。やば、めっちゃみんなタワーくれる、ありがとう。石川さん1周年タワーありがとう。石川さん1周年タワーありがとう。今日会いに来てくれたよね、初めて。ありがとうございます。また来てね。食べてる時のスクショは撮らないでください自分のフォルダに残す分はいいけど、ネットには載せないでください。私食べ、自分の食べてる時あんまり好きじゃないんで。うん、喉鳴った。いや私ね、おかずに対してご飯めっちゃ口の中入れちゃうのよ。ご飯大好きで、白ご飯めちゃんこ美味しい。食べてる時のね、顔ね、もうちょっと可愛くなりたい。なんか本当に頬張っちゃうから全く可愛く食べれない。おやすみなさい。野村誠さん一周年タワーありがとう。野村誠さんタワーありがとう。気をつけて帰ってね。もう帰ってるかターさん、一周年タワー3つありがとう。ターさんタワーありがとう。お仕事頑張ってね。そう、今日ね会いに来てくれて、この後お仕事なの。めっちゃ大変だよね。頑張れお仕事。イケポンさん1周年タワーありがとう。イケポンさん1周年タワーありがとう。すごい、こんなにさ画面がタワーで埋まったこと私あんまりないよ。すごー人ごとみたいな、すごーって。マカロニがステーキのとこ落ちちゃった。ちょっとね、時間が見にくいからね、これね。37分から始めたでしょなんか全体的にでかいな、ステーキが。まあ噛み切れるからまだいいんだけど。おいしいよ。何時まで配信しようね。明日朝が早いから洋服気をつける、白だから。この弁当ね意外と高くない、2000円もしないよ。ヒレステーキなんですけど、お隣さんが暴れとる
でこのボリュームだしスープもついてるし、なんかスープとご飯ついてて2000円もしないの、安くない？なんかヒレステーキってさ食べたばもしゃべんなって感じやけど、すいません。ヒレステーキってさめっちゃ高いイメージがあるのよ、やっぱ2000円以上はするイメージなんね、私の中で。なのに全然しなかった。待ってちょっと待って、追いつかん追いつかん、待って待って、ゆうきさん、クマのぬいぐるみありがくま、ゆうきさんクマのぬいぐるみありがとう。すごいみんなお祝いしてくれて泣いちゃいそう、なんかチャカさん一周年タワーありがとわ、チャカちゃんチャカちゃんチャカさん一周年タワーありがとうえタワーマジ追いつかん、初めてよこんなこと、うわ頭パニックついてるさん、一周年タワーありがとわ、ついてるさん一周年タワーありがとう。ちょっと待って、メイビーさん一周年タワーありがとう、メイビーさん一周年タワーありがとう。神さん一周年タワーありがとう、神さん一周年タワーありがとう。立花隼人さん一周年タワーありがとう、立花隼人さん一周年タワーありがとう。ちょっと待ってね、ちょっと落ち着かせて、ほちょっと待ってね、今のゲップじゃないからねちょっと待ってよ、もう終わった、まだか。ほえさん、1周年タワーありがとう、ほえさん1周年タワーありがとう鼻水が出る、オッケー、オッケー、終わった、終わった、終わった、まだだ。じゃあこう見たらいいんだ。ホエイさんまで行ったから、次は、アユソンさん1周年タワーありがとう。アユソンさん1周年タワーありがとう。そしてシュンさん1周年タワーありがとう。あ、三つやん。シュンさんありがとう。ほほほほほ。これなんかわかる？みんな。君どこの最初よ。私の夏は熱くなるって。どうでもいいか。しゅんさん一周年タワーありがとう、しゅうけんさん一周年タワーありがとう、すごいみんな2個ずつぐらい投げてくれてない、ありがとう。しゅうけんさんタワーありがとう、そしてせりちゃうどんさんも一周年タワーありがとう、せりちゃうどんさん一周年タワーありがとう。ゆかちゃん一周年タワーありがとう、ゆかちゃん一周年タワーありがとう。よし追いついた、はぁ、それ見たかったから3つありがとう。キノピンさん1周年タワーありがとう、キノピンさん1周年タワーありがとう。え、そんなたくさん、こんなにたくさんもらったことないです今まで。やば鼻痛い、鼻にご飯粒入った忙しいやっちゃん、ほんと喉鳴るし、しかもいくつタワー立っとる、もうわからんねどれぐらい立っとるんやろ、でも見る限り20以上は立っとるかも今多分。え、誕生日超えよ、誕生日でもこんなに立ったことないえ、でもそれだけやっぱ1年間私が毎日配信を続けてることが本当にみんなの中ですごいんだと思うだってみんなできるって最初信じてなかったから。いや本当にでもありがたいことですよ、これはだってみんながいないと私はできなかったと思ってるので、私一人だけだとできなかったことなので、見に来てくれるみんながこんなにいるから、こ
ここまで来れた。本当にありがとうございます。すいません、頬張ったまま。絶対信じてない人の方が半分いると思う。半分以上か。おいしい。うん、あとでさ、スクショタイム撮るからさ、その時にみんなスクショ撮って、ほんでツイッターとかに一周年おめでとうみたいな載せていただけたら嬉しいです。私も自分でスクショ撮るのはちょっと難しいので、これはできればみんなのあこれ漏れてんなって思うのがあったらちょっと使わせていただこうかなと思います。うん、なんの、ゆかちゃん、クマのぬいぐるみじゃなかった、1周年タワーありがとう。ゆかちゃん、タワーありがとう。イエイ。アクアさん、1周年タワーありがとう。アクアさん、1周年タワー、なんか言っとるんや。ありがタワーありがとう。チャカさんも、1周年タワーありがとう。チャカさん、タワーありがとう。セリ様さん、1周年タワーありがとう。セリ様さん、タワーありがとう。いや、タワーマジでありすぎてびっくり。今日マジでみんなやばいね。どうした？なんか宝くじでも当たったしね。あ、お年玉もらった？みんな。ありがとう。いや、でも本当に嬉しいです。マジで。でもみんな多分あれもあるからね、365日のなんか記念配信みたいなのも多分あると思うんですよ、きっと。どうしよう、なかったら。うん、なかなか見らんよな。いや、特別配信はあります、きっとね。いつになるかは分かんないけど。でもね、スタッフさんとも、スタッフさんっていうかマネージャーさんとも、ヨッピーね、ヨッピーとも話したんですけど、あ、待って、ホエさん、1周年タワーありがとう。ホエさん、タワーありがとう。みんながやっぱ見れる時間とか日付、まあ曜日にしたいなと思って、そこら辺はちゃんと考えてあります。まあそのみんながみんな見れるわけじゃないと思うけど、みんなが見やすい時間帯とか曜日にしてるので、そこは安心してほしいなって思います。平日とかじゃないから大丈夫よ。アクさん、一周年タワーありがとう。アクさん、タワーありがとう。 SAT さん、クマのぬいぐるみありがくま。 SAT さん、クマのぬいぐるみありがとう。平日午前はさすがに私も無理。学校行ってるから。明日で冬休み終わっちゃうから。あ、目痛い、めっちゃ。目が痛い。昨日のお見送りでおめでとうが言えないのは辛い。
昨日のお見送り？ん？そう、冬休みもう終わっちゃうんですよ。悲しい。一周年ターンマジすごいよね。みつみかんがロッキーのオーディション受けたいとツイートしてた。なんかね、この間さ、しげの卒業公演の時もさ、来てたのね、あの見に。でその時にさ、裏にも遊びに来てて、衣装さんとめっちゃ仲良かったの、みかんちゃんね。でなんか衣装さんが、ほらみかんちゃん6期生のオーディションあるから受けなよみたいなの言ってて、めっちゃ面白かった。いやそれね、何がびっくりするってさ、まだ受けれる年齢なのがおもろいよね。トゾさんさん、ちょ待って、ちゃんと言えなかった。飲み込んでから言うわ。トサさんさん、クマのぬいぐるみじゃなかった、1周年タワーありがとう。トサさんさん、タワーありがとう。ご飯おいしいです、とても贅沢してます、ありがとうございます。1周年タワーありがタワーまいこちゃんタワーありがとう。なんかさ、タワー投げられ慣れしてなくて、いつもクマの子の形しちゃう。投げられ慣れ投げられ慣れ、ラリルレローが苦手な人は噛むよこれ。投げられ慣れ。イストスさん、クマのぬいぐるみありがくま、イストスさん、クマのぬいぐるみありがとう。いやー幸せだな、なんか投げられ慣れ。でもこれ3回言えって言われたら言えん。もうすぐ最寄り着く？遅いね。気をつけて。知らない人についていっちゃダメだよ。炙りカルビってさ、でもさ、結構前から言う、なんていうん、早口言葉で流行ってたじゃん、一時。だからなんか、その時に言いすぎて、言い慣れてるかも。投げられ慣れ、投げられ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 。福岡と関東以外でもやってねってどういうこと？何を？何をやれば？
やばい、口紅が、口紅リップが取れてきた。ゆかちゃん一周年タワーありがたわ。ゆかちゃんタワーありがとう。めっちゃ鼻かゆいけどごめんなさい。どうしよう、37分。うティッシュでさ口を一回拭いてもう一回リップを塗りたいんだけど、ティッシュをね今台として置いてるから、これで拭こう。顔がね、口の顔がねむけちゃうんだよ私、すぐ乾燥するから。うわっやだ。そう、なんかこの時期ってさやっぱニットとか特に繊維がねあの鼻についちゃったりするの、それが痒くていつも描いちゃう。チャカさん1周年タワーありがたわチャカさん1周年タワーありがとう。ジョービンさん熊のぬいぐるみありがくま。ジョービンさん熊のぬいぐるみありがとう。ちょっと待ってね、みんなのスクショを先にもう取っとこう。なんでリップを塗ります。鏡、結局自分で出すんかいって。明日公演なんで。スクショ上げてしまった。何？私は許してないぞ。あっ！危ない。キャップが落ちるとこでした。ギリギリセーフ。じゃあこれ外れた？やだね。なんかここめっちゃキラキラしてんだけど、なんでだろう。みんなってどこの予定まで知ってんの今。公演の16まで。こんばんは。どこの予定まで知ってんの。17までか。なるほど。なるほどね。さっき26日までの予定メールが来たよ。だって。かゆ。それでは、じゃあなんかでも1周年っぽいものがないからな。なんかスクショ。スクショどうやったろうね。1周年なんかここさちょっとね写りが悪いんだよね。本当は持ちたいけど持っていい？今だけ。でもねこっちにするとこれぐらいがいいか。じゃあみんなスクショタイム、1分だけ撮りたいと思いますんで、ちょっと待ってよ。よーいスタート。
早く。はい、終わり。ありがとうございました。あー、腕疲れた。ということでね、まあはい、ありがとうございます皆さん本当に。あ、でもさっき待って、投げてくれてたよな。ちょっと待って、まいこちゃん1周年タワーありがたわ。まいこちゃん1周年タワーありがとう。かゆっ。200枚くらい撮れたけどほぼ一緒の写真ね。スクショしすぎじゃない？絶対半面のやつもあるでしょ、私がまばたきし、はい。ね、365日行けましたということで、ちょっとこのあとゆっくりステーキ弁当を食べたいなと思います。ちょっと食べながらやるの私はやっぱり向いてないようです。喋りたくなっちゃうから、どうしても。味わって食べます。ありがとうございます。365日特別配信もねきっとあると思うので、怖いって、隣の人が暴れてる。ありますので、その時もねぜひ皆さんお祝いしてくれると嬉しいなと思います。本当に今日はまあねおしゃべり会に来てくれた方とかは忙しい移動中の方とかも多分いると思うんですけど、忙しい中本当にありがとうございます。もちろんね今日お仕事で頑張ってその後に見に来てくださった方も本当にありがとうございます。そうアバターのねやつね確認したんだけどね、めっちゃ可愛かった。どこまで言っていいのか分かんないんだけどねこれ。勝手に言っとるけど大丈夫かな。まあでもやった事例があるから、まあみんな大体察するよね。てかあるってわかるよね普通にね。まあ可愛い感じにはなってるので、でも今もちょっと質素な感じになってしまったかなとも思うけど、まあでもあれはあれがあれはあれで味があっていいなと思います。まあどんなアバターになったかはお楽しみにということで、はい、皆さん本当にありがとうございます。お祝いしていただいて、こんなにたくさん来ると思ってなかったのでちょっと正直びっくりしてます私は。ガチでびっくりしてます。はい、だって疲れすぎやろ。楽しみにしててください。まあ私もですね、この何ショールームの配信、アバターみんながいるアバターの部分が自分のアバターになるっていうのがすごく新鮮だし楽しみです。みんなが気に入ってくれるといいな。画面がタワーで花畑みたいになってる。確かにマジですごい。一番すごいよマジで。だからそれほどみんなが1周年本当にすごいなって思ったんだと思いますきっとね。
今日もねたくさんお祝いしていただきましたしね、おしゃべり会に来てくださった方とかもね、なんで本当にありがとうございます皆さん。いやーなんか結構やっぱりやっててなんかいつもやっぱ雑談的なのが多いので、基本的にはなんかこんなんで大丈夫かなとか、やっぱりこういつも壇上にいてくださる方とかは変わらないので、なんかそれはいいことなんですよ、すごいありがたいことだしいつも感謝してるんですけども、なんかこう新規の方が知ってくれるきっかけになってるかなってこう毎日配信をしながらね思ってたんですけども、やっぱりこう形として今日のおしゃべり会だったりとかにこう会いに来てくださってた方とかもやっぱりいて、ああやってたことは無駄じゃないんだなってすごい思って嬉しくなりましたし、今後もね多分みんな毎日配信今日で365日達成してもう次からないんじゃないかみたいな、明日から配信ないんじゃないかって思う方が多いと思うんですけど、てか今日その意見っていうかそういうお話が結構多くて、でも私は辞める気はなくて、まあそのなんか結構やっぱ1年続けててさすがに2年目ってなったら体調をね心配してくださる声が多くて、ありがたいことにやっぱあまり無理せずに、体調を崩したら元も子もないから、あまり無理せずに続けるんだったら頑張ってねみたいな感じのお言葉を今日いただいてなんでまあ2年目はその2年目も毎日やるつもりで頑張りたいなとは思ってます。ただその学校の卒業が今年あるので、それがまあどれぐらい忙しいというかどれぐらいねバタバタするのかとかちょっと正直わかんないんですけど、多分まあもしかしたらまたねできない日とかがあるかもしれないですし、もうチケットがなくてでもこの日はもうちょっと絶対にできないなみたいな、いや配信途切れちゃうな申し訳ないなって思う日もあると思うんですけど、なんかゆるく去年よりかはゆるくやっていければいいなとは思ってます。ただもうなんて言うんだろう、私も配信するの好きだし、こうやってみんなと雑談とかしたりするのもこの1年間ですごく大好きになったのでやめたくないなとは思ってます配信をね。だからみんなも見に来てくれると嬉しいなと思います。はいこれからもよろしくお願いしますうん、でもなんかその前回ってか1周年じゃない、毎日配信を続けるって決める前は全くやってなかったじゃないですか。そういう風にこうなんか本当もう全然やらなくなるみたいなことはないので、そこは安心していただきたいなと思います。はい、ただ本当になんかこう朝から夜まで、まあそんなにないんですけど朝から夜までなんかこうやってて、じゃちょっと時間がないなみたいな時とかはちょっと申し訳ないけど配信がない日もあるかもしれません。まあそれはねもう未来のことなんでどうなるかとかは分かんないんで、そうなった時のためにねみんな心の準備をしていただけてたら嬉しいなと思います。まあ多分ないと思いますそういう日ははい、なので、まあ、2年目もゆるく楽しく配信をできればいいなと思ってます。よろしくお願いしますということで、もうねもうそろそろ1時間ぐらい40分ぐらい40分ぐらいか40分50分近く配信してるので、そろそろ終わりたいと思います。お風呂も入らないとですしね、明日朝が早いんで早起きしないといけないので、すいません皆さんまさきさん、熊のぬいぐるみ、ありがくま。まさきさん、熊のぬいぐるみ、ありがとう。
本当にありがとう皆さん、本当に感謝してもしきれないほどの愛情をたくさんいただきました。みんなからありがとう。ということで明日も公演頑張ります。明日公演見に来てくださる方は一緒に楽しみましょう。声は出せないけどもでは、ランキングを読んで終わりたいと思います。あお、13位立花隼人さん、12位こまこまさん、11位かみさん、10位アクアさん、9位しゅうけんさん、8位いけぽんさん、7位ほえいさん、6位せりさまさん、5位まいこちゃん、4位ゆかちゃん、3位たーさん、2位ちゃかさん、そして1位がしゅんさんでした。ありがとうございます。はいあー、その他にもね、壇上には上がってないんですけどタワー投げてくださった皆さん本当にありがとうございます。アイテムもね投げていただいあ投げてくださった方も本当にありがとうございます。また明日から気持ちを引き締めて頑張っていきたいと思います。頑張るぞでは皆さん、次の365日記念配信、まあ、いつあるかは分かりませんけども楽しみに待っててくれると嬉しいなと思います。その時もたくさんお祝いしてね。楽しいものを、みんなが楽しめるようなものを考えてるつもりです。いいでは皆さんありがとうございました。バイバイ、おやすみ、また明日ね。